クネヒトループレヒトと、聖ニコラウスクネヒトループレヒトは、ドイツの伝統的な風習における、聖ニコラウスの同伴者。聖ニコラウスの日に、聖ニコラウスと共に現れ、悪い子供を懲らしめる。良い子にご褒美を与える聖ニコラウスが、サンタクロースの原型であることから、これと対比して、黒いサンタクロースなどとも呼ばれる。クネヒトは、柵を、召使い、従者。 しもべなどのい、ループレヒトは、男性名。伝統的なクネヒトループレヒトの姿は、長い髭を持ち、毛皮を着ているかわらで身を覆ったものである。長い棒や灰の袋を持って現れることもあり、服には、鈴がついている。時には、白馬にまたがった姿で考えられることもある。また、妖精として描かれたり、顔を黒塗りにして、 老婆の服を着た男として表現されることがある。クネヒトループレヒトの伝統的な振る舞いは、子供たちにお祈りができるかを尋ね、できると答えた。良い子に対しては、リンゴや、好み、ジンジャーブレッドなどをご褒美として与えるが、できないと答えた。悪い子は灰袋で叩くというものである。クネヒトループレヒトをめぐる、民族行事や伝承にはこの他にも多くの要素が、 伝えられる。新人深い、良い子には、聖ニコラウスが甘いお菓子をプレゼントするのに対して、いたずらばかりする、悪い子には、クネヒトループレヒトが嬉しくないプレゼントを置いていく。また、ドイツの伝統では、悪い子の靴には、キャンディや果物や好みの代わりに、小枝が入れられていることがあり、これは、クネヒトループレヒトの仕業とされている。 聖ニコラウスの傍らにクネヒトループレヒトが控えている。ヨーロッパの各地には悪い子を懲らしめる聖ニコラウスの同行者が伝えられており、アルプス周辺のクランプス、北西ドイツのベルスニカル、オランダやベルギーのズワルテピートフランスのレペール、フイタールなど、いくつかのバリエーションがある。クネヒトループレヒトもそうした聖ニコラウスの同行者の一種である。ドイツ各地で、 クネヒトループレヒトに相当する存在は、ハンスループレヒトや、ルンプクネヒトなど、様々な名で呼ばれる。ルンプクネヒトは、ドイツにおいて、悪魔を呼ぶ名でもある。ドイツ北東部のミッテルマルクでは、デヘレ、クリストの名で知られ、メクレンベルクでは、ルー、CLS と呼ばれる。アルトマルクや、東フリースラントでは、バー、ブラークラズとして知られる。グリム兄弟は、 イギリスの妖精ロビンフェローについて我々がドイツでクネヒト・ループレヒトと呼びクリスマスに子供の前に現れる存在と同じであると記しているクネヒト・ループレヒトが最初に文献資料に現れるのは17世紀でありニュルンベルクのクリスマス行列の図に描かれている19世紀末から20世紀初頭のドイツの哲学者アレグザンダー・ティレによれば クネヒトループレヒトは、もともとメシスの典型として描かれたもので、ユンカーハンスや、農民、ミヒエルと同様に、社会階級ごとの典型的人格をもとに、造形されたものであるという。ティレは、クネヒトループレヒトはもともとクリスマス行事とは、無関係であったとする。クネヒトループレヒトは一般に、聖ニコラウスの従者、助手として認識されており、しばしば、 ザルツブルクの聖、ルペルトと関連付けられる。ありがとうございます。